はい、こんばんは、島津です。ブトゥームオンライン公式戦やっていきたいと思います。前回ね、ちょっと言ってたタイプと違ったんですけどね、勝つことができました。今回はね、ウォーカーというね、足の速くて体力の多めのプレイスタイルでいきたいと思います。ただ欠点があって、ね、やっぱウォーカーにも、アイテム回収能力が低いんですよね。物資のね、箱を開ける能力が遅いのと、あと、まあ、爆弾を作る能力も遅いです。物資が届けられました。びっくりした。びっくりした。同じところに湧くとか、やめ、勘弁してほしかったわ、今。一番厄介なのは、同じところに湧くの。走るの早い上にあれなんですよ。スタミナの消費も遅い。お、死んだ。誰だ、誰がやった。あ、いるね。えい、OK、やってくれるわね。あ、食らわんかったな。まあいいや、データはもらったからね。サロン、くそ、ダメだ、アイテムがねえな。ちょっと戻るか。こんなものか。バトって物資が投下されました。すっ、オッケーオッケーオッケー。やるじゃないか。ジップの生成が可能です。危ない、エスケープ。そんな、オッケー、やばいやばいやばい、回復回復。オッケーオッケー、邪魔いない、いいかな。オッケーオッケー、よし、ゴー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 。来たね来たね、いい感じ。おっ、あ、ダメだ、遠すぎたな。物資が投下されました。ロッキー、クラッカークラッカークラッカー、いない、大丈夫。お、ゴールド、しかも、あ、やばいやばいやばい、バレたバレた、よっ、逃げる、へいへい。さすがに俺も分かってんだよ。そこクラッカー、やっ、気をつけてください。はあ、クラッカーだな、おい、やばい、死にかけじゃん、やばいやばいやばい。やだよ。物資が投下されました。やべやべ、データ取得は十分です。チップを生成しましょう。そう簡単にはしない、たまないだろ、さすがに。物資が投下されました。っ、くそー、もう死にかけだったもんね。もう俺も死ぬって思った、今のは。若干諦めてた。あー、やばい。物資が投下されました。逃げたね。あ、やべ、やばいやばい、危ない。ここまでなのか。えい、よかった。実はね、追跡型、そう、ロックオン型のね、ビームにもね、弱点があってね、タイミングよくエスケープするといけるっていう。だめだ。残り時間1分切りました。1分。どうすか、クラッカー。クラッカー作りきれてなかったんだよ、2位だ。なんとこ。早くしてくれ。マジで。
いける。敵の勝ち抜けを阻止しましょう。人いない。そう簡単にはいない、ね。相手。タイムアップまで30秒を切っています。この勢いで一気に行きますよ。あと一人。そこ。た。やっ。もう一発。嘘。そこ。お願い。いやー、いた。当たんなかったね。いいか。悪いわね。お、手錠つけてる。なんか新しいコスチュームだね。いやー、いた。惜しかったですね。うまく当たればよかったんだけど、クラッカー2発外れちゃったからな。はい、ではね、今回残念ながら2位でした。だけどね、いい戦いができたんじゃないでしょうか。おお、ゴールド。はい、ではね、今回は、ここまでにしておきますね。惜しくも2位だった。皆さんもね、まあロックオンされたらね、なんだそう、ビームが来た瞬間エスケープしてください。うまくいけばかわせる。はい、それではね、島津でした。またよろしかったらね、見てください。ではでは。